綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、今回はですね、私の40年来のお友達でラスベガス大全という日本語でラスベガスの説明をしているすごく有名なサイトがあるんですけども、そこのミスターベガスが今日の撮影者で、お願いしてます。カメラマンです。今日は萌花選手イーブン以内で回ったらラスベガス大全および、リンゴルフから100ドルずつ賞金およびゴールマッチで勝ったら、リンゴルフから賞金出ますので、頑張ります。はい、4番ホールパー5、左に緩やかにドッグレッグしてるパー5です。バンカーの右狙い、正面のバンカーの右エッジあたり狙い、ナイスです。思いの通り、ナイスショー、素晴らしい球筋です。3連続パーできた竹内さんの4番ホールティーショットです。おっと、これはかなり右だけど多分大丈夫でしょう。右結構膨らんで広くなってるんで多分あると思います。竹内さんのティーショットは超スタイリー、右側、右端いっぱいいっぱい、カートパスのそばに残ってますけれども、素振りで枝に当たるかなっていう感じですね。まあ、枝素振り、まあ、とにかくパンチショットで低い球、パンチショットで120-130ヤード、ちょっと当たるんじゃない、枝が。おお、まあまあうまく、うまく出ました。ナイスアウトです。モイカプロのティーショットは当たり良すぎてランも出すぎてバンカーまで届いてしまいました。顎に近くてちょっとアンラッキーです。レイアップで、はい、刻むそうです。左に150-160ヤード打って大丈夫ですね。うん、手堅くフェアウェイのセンターに刻みました。9です。9、モイカプロバンカーの顎の近くから、手堅く刻んでここまで出してきます。残りいくつですか。132のフォローです。はい、132追い風で9番でいくそうです。旗はグリーンセンターです。おお、綺麗なショット、まっすぐ、旗まっすぐ、ナイスショット。左奥2メートルぐらいじゃないかな。はい、竹内さん残り100、第3打ピッチングウェッジです。ちょっとダフり気味でドローがかかって、あ、乗った、あ、止まらないね。でもなんか多分ピンハイやと思う、うん、右奥かなり奥まで、奥まで中乗った。ロングホール3打目、モエカプロはピン左奥2メートルぐらいです。竹内さんはピン右奥5メートルぐらいのところに乗ってます。竹内さんのロングホール4打目バーディーパットです。あ、全然スライスじゃない、わー強いし。モエカプロバーディーパットです。2メートル弱ぐらいでしょうか。ナイスバーディー。これじゃ入れないといけないんだ。ショートはなし。
ットハンデがあるだろうから。竹内さんのパーパットです。オッケーが出てボギーです。ボギー負けた。5番ホールパー4、ストレートでまっすぐなパー4です。はい、ボイカプロ1バーディー1ボギーでイーブンパーでここまで来ました。おー、ナイスショー。ナイスショー。もう綺麗な綺麗なフェードでど真ん中です。おー、ランが出てます。いいじゃん。ナイスショット。どうなった距離はどうなった、あの例のあの角度の問題。いや、もう元に戻した。元に戻してないですけど修正中です。どうなってんのか分からない。でもマシ。ちょっと左右。5番ホール竹内さんのティーショットパー4です。ここまで1オーバー。おお、ちょっと左に打ってさらにドローがかかって止まりました。大丈夫です。フェアウェイ残ってます。入ってます。193ヤード上りのアゲンスト。絶対届かない。5番ホール向かい風190で上りは届かないそうです。あ、これは行くかもよ。ドロー、あのランが出て、あれこれ190があの測定間違いじゃない？あの奥の芝生にビームが当たったんだと思う。え、でも190ありそうですけどね。ある ?186 だ。あ、あるんだ。ここには180。じゃあ飛んじゃったんだ。193。いや、こっから200やもん。じゃあ飛んだんだ。ですけど、はい、転がると思うんで160、6番ヤンで打つそうです。5番ホールのモイカプロの2打目です。おお、綺麗なフェード。おお、見事、お見事です。ありがとうございます。ナイスショット。分かんないけど、竹内さんのはランが出てかなりオーバーしてしまいました。この辺落としたから、落っこちてか、落っこちてからすごい速そう。上げて直接落とすか。竹内さんの3打目危ないよ。ロブショット狙ってるそうです。うまい、うまい、まあナイスですね。ちょっと行き過ぎた。まあ、ナイスですね。しょうがない。結構上り。萌えかプロの2打目、すごくピンまっすぐですごいナイスショットに見えたんですけれども、かなり手前でした。打ったね。うん、ちょっとオーバー、1メートル以上オーバーです。竹内さんは3打目奥からロブショットでここに寄せました。パーパットです。うまい。おお、また入っちゃった。ナイスパーです。寄せ1です。ともえかプロのセカンドパット、パーパットです。1メートルちょっとぐらいです。モイカプロ3パットです。6番ホールティーイングエリアからの景色です。ここまで5番ホール終わって、スコアは1オーバー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 ですねのタイで、はい、いきます。6番ホールティーショットです。260打つと砂漠に入ります。ラスベガスらしいね、砂漠に入るって。もうちょっとドローというよりもチーピン気味でまだ転がってます。ナイスフェアウェイ。お、フェアウェイ左いっぱい残ってます。モイカプロは悩んで
悩んだ末にドライバーを握ってます。260ぐらいで届いちゃうので微妙ですけれども、ドライバーでいきます。おお、綺麗なまっすぐの球。お願いしよう。砂漠まで届いちゃうとまずいけど。動かないでしょ。なんか見えんけど。大丈夫です。止まりました。竹内プロのボール、ティーショットはチーピンでフェアウェイ左端で、飛距離も四五。チーピンって使うのかね、もういいか。いや、チーピン使いますよ。チーピン使うよ。純ちゃん三式イーペーコ。チーピンってどういう意味だか知ってる？わかんないです。チーピンって麻雀でさ。あの模様があるんだけど、はい、こう四角にこう斜めになってるさ、丸がな、こっちに丸が4個あって、ここに3つあんのよ、はい、だこういう風になってるから左に引っ掛けたのをチーピンって言うんだよ。麻雀談義してる暇があったら後ろからおられるかと思いきや、後ろ誰もいません。え、何やるの、忘れちゃったよ。チーピンはゴルフではいらないです。え、何番や、140ヤード登ってて、アゲインストなんで7番。はい、おグリーン右端いっぱいに乗らない感じですね。まあ問題ないでしょう。46です。はい、105ヤード46度でいきます。歩く、アゲインスト、セカンドショットです。6番ホールセカンドショット、グリーンやや左にナイソンです。あ、右に転がってるので寄ってるかもしれません。10メートル、竹内さんのセカンドショットはグリーン右に外しました。パターでいきます。20メートル、フックライン、結構打たないと。パターでいきました。おお、うまいね、これうまい。え、足んないのかな。1、2メーターぐらいちょっとショートですね。モイカプロはここに2オンです。4、5メーターのバーディーパットです。惜しくも外れて OK が出ました。ナイスパーです。頑張って入れて分ける。竹内さんはこれが4打目です。アウトサイドライト3打目でここに寄せました。入れてパーでこのホール引き分けになります。いや、もうちょっと曲がんなかったもんね、あんまり。よいしょ。なんかうちのフックしたし。惜しい、残念ながらボギーです。まあアウトサイドライト打ったのに曲がんないじゃない。